久保さん。ナイトライダーいいっすね。11月8日。11月8日ですね。まあ、ちょっと言ったんですけど、えぇ、ー、サントミ、あ、すいません。水戸吉ですね。香川県の水戸吉。多分久保さんのとこからそんな遠くないと思うんですけど、11月8日、まあ、詳細送っときます。あの、ドリームカーフェスタっていうのを、あの、開催されてで、そこに僕参加するんで、なんかね、今回まあ 僕の,チ僕のチームではないですけど、僕が参加するチームが30代ぐらいなんか来るみたいにね、お誘いいただいたんですけど、はいまあ、もし、あのー、興味があればご覧ください。あのー、多分参加できるとは思うんで、はい、11月8日、えっと、三好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 ドリームフェスっていうね、 はい、11月8日9時からなんですけど、はい、ちょっと朝早いですけどね。で、えー、今回ですね、あのー、直近でこんなメッセージを久保さんにいただきまして、記事は1日1回更新していか,更新していかなければいけないものなのでしょうか、YouTube も毎日投稿した方が効果的なんでしょうか、教えてくださいと。いや、本当にね、質問変わらないですね。<laughs> だから、あの、うん、まあま、あもう Q&A で回答したんですけど、うん単純にその、逆に質問していいですかみたいな感じで、じゃあアルバイトに、セブンイレブンのバイトに、えー、毎日出社しないといけないんでしょうかえー、セブンイレブンのバイトに、毎日出社した方が効果が高いんでしょうかど、どう、どうですかね <laughs> まあ時給換算だとするならば、まあ、毎日出社した方が、絶対、じ、あの、給料上がるじゃないですか。 で、正社員の場合、毎日就社しなかった場合、まあ今、んなんだ、デスクワークじゃなくて、リモートワークとか進んでますけど、じゃあそのリモートワークにも就社しないやんない首ですよね。<laughs> なんかね、ネットになると、なんかね、うん、なんですかね。なんかリアルでやってることがネットになるとやっぱ変わっちゃう。いや、僕からすると別にその、こんなの当たり前でしょっていう話で、うん。 僕は思っちゃうんですね。っていうか、この当たり前だろうっていう、一日一回更新なんか、鼻くそレベルっていうか当たり前すぎるだろうっていう思考をみんな持ってないんですよ。なんか一日一回頑張ったせいみたいなね。<laughs> うんだって、普通にね、サラリーマンで働いてたら一日8時間ぐらい頑張ってるわけじゃないですか、最低でも。で、ネットビジネスで <laughs>、なんか30分1時間頑張って、あ、頑張ったみたいな。いやいやいや、普通の仕事8時間やってるよって話で。 だから、あの、この、最初の初動の分岐点なんですけど、あのネットビジネスとリアルビジネスって一緒なんですよ。だ一瞬ぐらいのパワーをかけて、だから8時間リアルでやるんだったら、8時間ぐらいネットビジネスもやる。寝ずにやる。まあ、朝起きてすぐやるっても何でもにいいんですけど、同じ相対関係ですやる。でも、ネットビジネスの方は、あのストック型だったりとか、ストックされたりとか、あとは仕組み化。 まあステップメールで売るとかそういうこともできるのでここがどん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 ストックされていくと時間軸が変わってくるんですよだから最初の初動っていうのはめちゃやんないとダメですただからヒカキンさんもねヒカキンさんの方が一番分かりやすいですけどヒカキンさんの本ヒカキンさんの本あるかなヒカキンさんの本ヒカキンさんの本 僕の仕事は YouTube、ヒカキン。これ、な、何年前に出た本だこれ、何年前に出た本かな結構前だと思うんですけどね。相当前の本ですね。多分、相当前ですね。これ、な何本でいつだ初版。2007年前ですね。初版が2013年。7年前に出た本です。で、これ、じゃあ、ヒカキンさん書いてあるのが、最初、スーパーのレジやってたんですけど、最初にこれ、ね、読みましょうか。 成功例を徹底的に研究成功例を徹底的に研究ここですね読みましょう40ページ成功例を徹底的に研究睡眠時間を削って自分の動画を作りながら同時に日本や海外のトップクリエイターたちの作った人気チャンネルをめぐりヒットしている理由を細かく分析することも始めました今まではただ楽しんで見ていたコンテンツも成功のポイントを探しながら見ているとびっくりするぐらいたくさんの発見がありました 受信力ですね、えー。動画冒頭で人を引きつける方法、チャンネルに表示されるサムネイル、動画を選ぶときの静止画像のスタイル、タイトル、リンクの貼り方、映像の編集など、どれもちょっとした小さな工夫です。普通のユーザーは気にも留めないような工夫なんですが、それを一つ一つ積み上げて動画を作り、作りこ、 作り込んでいくことで結果がたくさん結果的にたくさんのアクセスを集めたチャンネル登録が増えて増えていくことに気づきました前に作る動画の中でハンドブックで知った必勝法テクニックや自分で研究して見つけた成功ポイント僕なりにアレンジし盛り続けました動画作動画作品もそのクオリティを上げることにも全力を注ぎました内容以外視聴者を呼び込むテクニックについても徹底的に実践しましたとうんうんそう あとね、ただ単に自分の好きな作品を作るのではなく、戦略的なチャンネルを作り始めたんです。非課金としてのパフォーマンスをするだけではなく、もう一人の僕がプロデューサーとして映像を撮影し、編集し、チャンネルを運営するという感じです。もう一人の久保哲郎ですね。もう一人の久保哲郎を演じるっていうね。うん。たくさん試行錯誤もしたし、時間もかかったし、苦労したけど、大好きなことを仕事にしたいという情熱と挫折によって、 情熱と挫折によって生まれたパワーを原動力にがむしゃらに動画を作り続けました。はい。成功事例を徹底的に研究ですね。はい。ヒカキンさんはどうすかねこの時スーパーのバイトをしていて、もう寝ずにね、睡眠時間を削って自分の動画作りを続けながらっていうことで、もう寝ずにやってたわけですよ。わかりますじゃあ今ヒカキンさんどうですかって話で、もう時間軸圧倒的に変わってますよね。この時ほどやってないですよ。全然。 うん、この時ほどは全然やってないっていうかもう,もう何もしなくても多分ある程度入ってきますから。<laughs> だからでもサラリーマンでどれだけ頑張ってもこの時間軸が変わるってことがまずないんですよ。だここがネットのテクノロジーの魔法的な部分ですね。だ僕とか久保さんももうこれだけ動画アップロードして再生数がゼロってことはないです。1本あたりの爆発的なあの再生数はないかもしれないけどあ、まあ最近久保さん当ててますけどね。あの、寄付金で。 まあそれもいろいろやった結果、あ、これあたな、いろいろやって、あ、給付金当たるなと思って当たったから、もう給付金もめっちゃ攻めるみたいなね。いろいろ手数出して、給付金当たった。じゃもう給付金もうブワーみたいなね。<laughs> 給付金ラッシュですよね、久保さん。まあ、そんな感じなんですよね。だからこの、本当にヒカキンさんのこのね、この本って、実はレビューがすげえ荒れていて、レビュー3とかなんですよ。2とか。で、なんかその、ノウハウ全然書いてね、みたいなね。 これもうここにノウハウあるじゃないですかって話で。だからこれが受信できない人が多すぎるっていう。だから思考が稼げてない思考の人はこれ受信ができないですよ。あ、ここに答えがあるんですよ。成功事例を徹底的に研究、睡眠時間を削って,て自分の動画を作りながら、同時に日本や海外のトップクリエイターの人たちの作った人気チャンネルを巡り、ヒットしている理由を細かく分析することも始めました。今ではただ楽しんで見ているコンテンツも成功のポイントを探しながら見ているとびっくりするぐらいたくさんの発見がありました。 受信力です、はい。でも、この本を読んでもレビュー荒れてるんですこの本もレビュー荒れてるんですけど、受信力がないんですよ。わかりますそ,それです。本当に。なんで、あの、まあや、成功してる人は確実に初動は間違いなくやってますから、やらずして成功なんかありえないです。はい、えー、ちょっと切れちゃいましたけど、えーなんだ、何言ってたんだっけ。とりあえず、やれってことですね。 億万長者合宿でやれしか言わないですけど、いろんな切り口変えてね。だからその、成功してる人っていうのは考え方も受信力も全部違います。うまくいってない人と。うん。だって、本当にねこのレ、この本のレビューを見てほしいです。この本のね。この本の Amazon レビューを見てほしいです。結構叩かれてます、この本。 でも僕はそれを見て、ああ、なんでだろうなと思うんですけどね。え、これ乗ってんのになと思うんですけどね。なんでこれわかんないのかなと思っちゃいますけどね。え、ここに全部あるやんっていう。<laughs> ここしかないやんっていう。いや、ここでしょみたいな。ドアが開いてもここでしょっていう。YouTube で稼ぐ方法、ここしかなくないみたいな。<laughs> でもそれが受信できないっていうね。そこの思考に至ってないっていうね。うん。はい。いってらっしゃい。あ、見てらっしゃい。